おはようございます。稲田和馬です。私は流しをやったり仏像作品展というイベントのプロデュースを行っております。さあ本日もベスト10シリーズやっていきましょうか。よろしくお願いします。今日こそはもう一体何連敗したのか分かんないですけども、今日は絶対にいけるはずだ。今日はいけると思いますので、よろしくお願いします。本日はですね、好きなクイーンの曲ベスト10ということでやっていきたいと思います。本日はクイーンでお届けしたいと思います。私はもうクイーンは本当にあの中学校ぐらいからすごい聞いておりましてですね、まあ、早速もういろいろ喋ったらまず時間がなくなるので早速いきましょう。まず一つ目でございますが、もうまずはまあボヘミアンラブソリーでございますね。私は中学校の文化祭の時に、中学校2年の時にボヘミアンラブソリーのギターを弾いてということがありまして、すごいそれで影響を受けまして、本当にクイーンがそっからもすごくクイーンというものを好きでありまして、なんだこの曲はっていうのがあってですね、本当にまあそれもまた改めて語ってもいいのかと思いまして、まず一つ目がボヘミアンラブソリーでございます。次二つ目でございますが、アナザワンバイツダストですね。あれはもう本当にベースがめちゃくちゃかっこいいということで、ジョン・ディーコンのベースも短パのベースとかも分かるんですけど、もう本当にアナザワンバイツダスト、あれはすごいかっこいい。あれが2曲目でございます。次3つ目でございますが、好きなやつですね。だから知ってるじゃないですか、好きなやつですから、I want it all ですね。 I want it all、 I want it all っていうのがあるんですけど、あれがすごいいいなっていうのがあって、あんまり有名じゃないかもしれないですけど、あれがすごいいいなっていうのがまず3つ目でございます。次4つ目でございますが、そうね、Friends will be friends ですね。 Friends will be friends、 あららららららら、 ケメロンのテンションっていうやつなんですけど、 Friends will be friends、 これもいい、これがすごいハマったっていうのがありますよ。これ4曲目でございます。次5つ目でございますね、Fat Bottom Girls かな。 And oh, you can take me on tonight、 Fat Bottom Girls to make you rock and roll tonight っていうのがあるんですけど、 Fat Bottom Girls、 これもすごい好きだなと。これが4曲目でございますね。これがすごいいいなっていうのがあって、次5曲目でございますね、Tonight gonna have myself、 Don't stop me now、 I was born to、 違うな、何があるかな、 We will rock you、 We are the champion、 私もそう、まあ、好きなんですけど、これっていう感じだったらまだ他にもありそうな気がするんだよな。やばいぞ、もうやばいぞ。クイーン、あ、キラークイーンですね。It is a new world, more enchanted in the pretty cabinets、 まあ、あれはいいです、あれはすごく好きで、あれは本当にギターで弾くのはなんて難しい、なんて複雑なコードなんだって言ったら、まあ、やっぱあれはハマりましたですね。キラークイーン、これ5つ目でございますね。次6つ目でございますね、バイシクラそこまでだったもんな。あと、あれですね、あの曲名がわかんないですけど、あのロジャーテイラと、フレディ・マーキュリーがハモってるやつ、パッパラパパッ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 とにかくね、ライブを思い出せばいいですね。ボヘミアン・ラブソディ、ウィアーズ・チャンピオン、バイシクル、フレンズ、何があるかな、何かあるはずだ。クイーンですよ、クイーン。やっぱクイーンがやっぱいいですかね。オペラのような音楽とか、いろんな音楽いろいろ楽しんでたら、クイーンということでございました。ごめんなさい、すいません、それではまた。